では関東の雨と体感についてお伝えしたいと思います。こちら現在の皆さんからいただいているご報告なんですけれども、関東エリア広い範囲で今雨が降っています。まあ、降り方としてはそれほど強いものではないんですけれども、降り続くような形になっているところも多いというふうになっています。で今日はですね、天気の移り変わりで見ていただきますと、この後も雨の降りやすい状態継続します。で日中帯については南海上の低気圧に伴う雨がこのようにかかります。で午後になりますとだんだんとこういった雲弱まってはいくんですけれども、今日は北寄りの風と北東の風がぶつかる形で関東付近に残るという流れになります。まあ、このため低い雲が出まして、まあ、夕方から夜の初めにかけても大雨の残るところが多くなります。まあ、今日は傘を、まあ、1日、まあ、準備してですね、外出などを行っていただきたいと思います。でまた気温が上がりません。気温の予想を見ていただきましょう。でこちらが黄色のところ、これが一桁の気温を意味しています。で日中にかけて、まあ、少しばかり上がってはいくんですけれども、まあ、それでも、まあ、房総半島付近で、まあ、10度を少し超えるかなといったところです。関東北部ですとか、まあ、東京なども含めて広く今日は一桁の最高気温となりそうです。かなり寒く感じられますので暖かくしてお出かけいただきたいと思います。以上、今日の関東の雨と気温についてお伝えしました。Thank you.